これより第4クォーターに入ります。攻守方向変わり佐藤建設、左から右に攻める格好、そしてボールオンは相手陣1ヤードありません、インチの状況で試合再開。佐藤建設セカンドダウントゥーゴール、残りインチ、さあ中央行った、タッチダウン。ここで佐藤建設はランプレーでこの距離突破しました。ランニバック20番密集点に自らを体を飛び込ませタッチダウン。佐藤建設6点追加しました。見事この攻撃タッチダウンで決死しましたのはランニングバック20番の井上、摂津内閣出身のルーキー、見事な仕事を見せました。ここでスナップミスがありまして結果的にはキック失敗となります。6点止まり、佐藤建設スタンディングベアーズ13点、愛知ゴールデンイングス0点となりました。しかしタッチダウンによりまして佐藤建設リードを広げる形に成功しております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの企業様そして個人の方々のご記者ご寄付によりましてこの配信は実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画は現在も募集しております。この配信の説明概要欄にその申し込みとなります URL のショッピングカードの URL がございます。内容をご覧いただきご賛同いただける方々はぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。この企画によりましてこの会場にお越しいただけない方々、そしてこの会場に時間に合わない方々にもこの試合をご覧いただくことが可能となりました。さあ試合再開です。佐藤建設のキックオフで試合再開となります。愛知リターンに入る、リターナー左オープン展開を図りまして自陣30ヤード付近からの攻撃を得ます。リターナー30番は近藤です。愛知大学出身のチームキャプテン、自らその体を駆使しましてチームの活を入れてまいります。さあ愛知の攻撃に入ります。愛知自陣33ヤードからファーストダウン10、ナイスラン。ランニバック38番、タックルを受けながら見事なセカンドへ放投で2点3点しながら約8ヤードのゲインを奪っております。見事なランを決めましたのは愛知ゴールデンウィングス38番の神戸、南山大学出身のルーキー。さあこの状況打開図らんとまず神戸が素晴らしいランを一つ見せました。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン2パス成功、ファースター。右に展開しましたワイドレシーバー86番にパスを投じました。86番ダブルカがかいくぐり見事キャッチしまして攻撃権更新です。愛知ゴールデンウィングスファースダウン、競り合いながら見事攻撃権更新果たしましたのは愛知ゴールデンウィングス86番の山田、滋賀大学出身。愛知ゴールデンウィングス自陣46ヤードからファースダウン10、ナイス、ファースト。今度も38番のランです。タックル受けましたがそれを弾き飛ばし一気に攻撃権更新としました。愛知ゴールデンウィングスファースト38番神戸、素晴らしいパワフルなランプレーでチームの勢いをつけております。
愛知ゴールデンイングス相手陣43ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここで一気にロングパスによってゲインを図りました愛知ゴールデンイングス。しかしこれは佐藤建設29番見事なパスカバーでパスを防いでおります。パス失敗でセカンドダウンに変わります。ここで素晴らしいパスカバーを見せたのは佐藤建設スタンディングベアーズ29番の宝、大阪体育大学出身のルーキーです。愛知ゴールデンイングスセカンドダウン10。ここでカンベのワンプレー、ナイスラン、ファーストダウン。再びその突進力によりまして攻撃権更新果たしました愛知ゴールデンウィングス、ファーストダウン10。南山大学の出身のルーキーカンベ、素晴らしいランを重ねております。愛知ゴールデンウィングス相手陣28ヤードからファーストダウン10。ここで佐藤建設が見せる好調な神戸のランプレーに、ここに待ったをかける形で佐藤建設77番、そして69番が殺到しまして、このラン2ヤードロスに変えています。69番そして77番は石橋、本日も大活躍をしております。福岡大学出身、愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン12。さあまた返していくぞ。インターセプト、ターンオーバー。ここで一気にロングパスにより打開を図ろうとしました愛知ゴールデンウィングス。しかしそれを取りましたのは佐藤建設1番。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。見事この状況を打開しましたのは佐藤建設1番の瀬口、明治大学出身のプレイヤー。さあ攻撃権変わります。佐藤建設自陣35ヤードからファーストダウン10。ここでクォーターバック17番ハンドオフオプションで自らキープ、左オープン見事なステップワークを切りまして約5ヤードのゲインとしています。クォーターバック17番は池上です。一橋大学出身のルーキー。佐藤建設セカンドダウン5。ナイスラン、ファーストダウン。ランニングバック20番、今度はハンドオフ託されまして中央突破、見事期待に応えて攻撃権更新です。佐藤建設ファーストダウン。キャリア20番の井上、素晴らしいランを決めております。摂南大学出身。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクが入ります。
この第4クォーターも白熱した攻防になっております。愛知、果敢なラウンド、そして巧みなパスによってこの状況を打開図り、反撃ののろしを上げつつありましたが、それを佐藤建設インターセプトによりまして攻撃を断ち切り、現在佐藤建設の攻撃に入っている状況でウォーターブレイクに入っております。さあ残り4分57秒の状況になっておりますが、この時間で果たして双方を決着しまして、この試合に勝利の凱歌を挙げるのはどちらのチームとなるでしょうか。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの共同企画によって実現しております。試合再開です。佐藤建設自陣48ヤードからファーストダウン10。これは愛知ナイスディフェンス。ハンドオフオプションからクォーターバック12番右オープン展開を図りましたが、これを愛知15番見事に対応しましてロスタックル決めております。素晴らしい対応しましたのは15番の松田、南山大学出身。佐藤建設セカンドダウンスターティング、ボールオンは自陣45ヤード。さあ今度はクォーターバックが自らキープします。ハンドオフオプションで自ら持つ形を判断しましたが、これはディフェンス陣に対応しておりました。2ヤードほどのゲインにとどまっております。佐藤建設サーダウン11。クォーターバック17番 QB ドロー、パスを投じると見せ決め打ちのランプレーを展開しました。裏をかけ出しへ攻撃権更新図りましたが、しかしフォースダウンと変わります。佐藤建設フォースダウン7、パントフォーメーションを選択します。このパント転がりよく愛知リターン試みましたが、自陣18ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代となります。さあこの試合も残り時間2分33秒となりました。愛知はこの残り時間をかけてこの13点差をひっくり返さなければいけません。そのためには少なくとも2回の得点機を得なければいけません。さあ叶うでしょうか。愛知ゴールデンウィングス自陣18ヤードからのファーストダウン10。さあクォーターバックなんとかパスを投じんとしましたが、結果的にはスクランブルとなりました。中で倒れたため時計が回ります。ゲインは1ヤード。クォーターバック8番三浦、非常に厳しい状況ですが、しかしなんとか攻撃を展開します。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン9。不成功。クォーターバック8番
ターゲット01にパスを投じましたが、このパスタイミング合わずパス不成功となっています。前パス失敗ですので時計は一旦止まります。試合時間残り1分53秒。愛知ゴールデンウィングス、サーダウン9。QB サーク。クォーターバック8番、パスを投じんと構えましたが、しかしその隙を見計らって、佐藤建設55番が QB サーク。パスを投じる前に仕留めました。見事 QB サックしましたのは55番の大本、愛媛大学出身。愛知フォースダウン14、プレーを選択します。フォースダウンギャンブル。インターセプト、ターンオーバー。この距離をパスによって突破を図りました愛知でしたが、それを取りましたのは佐藤建設23番。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。攻撃権は佐藤建設に変わります。見事インターセプトしましたのは佐藤建設23番の柳田です。拓殖大学出身の34歳のルーキーです。試合時間残り1分1秒で攻撃権は佐藤建設に変わりました。佐藤建設ファーストダウン10。パス成功、タッチダウン。クォーターバック7番、ここでボールをいいとするかと思いました。時間を消費するかと思われましたが、あえてここで意表をついてパスを投じました。ワイドレシーバー13番、これを見事にエンドゾーンにダイビングキャッチしましてタッチダウン。佐藤建設6点追加となりました。見事なタッチダウンパスを投じたのはクォーターバック7番の井上、大阪公立大学出身のルーキー。取りましたワイドレシーバー13番はアイオイ、大阪市立大学出身のプレイヤーです。しかしこのトライフォーポイントは失敗となりまして6点止まりとなっています。佐藤建設スタンディングベアーズ19点、愛知ゴールデンウィングス10点、0点となりました。試合再開となります。佐藤建設スタンディングベアーズキックオフ。愛知リターンに入ります。リターンは19番、右オープン展開を図りまして自陣30ヤード付近の攻撃を得ます。リターナー19番は金井、千葉工業大学出身のプレイヤーです。愛知ゴールデンウィングスファーストダウン10、試合時間残り50秒。パス不成功の判定です。
ターゲット86番へのパスでしたが、これは佐藤建設33番、見事にそのパスを封じましてパス不成功としています。愛知ゴールデンウィングスセカンダウンテン、パス不成功の判定。クォーターバック8番0番にパスを投じましたが、0番これは残念ながらキャッチする際にボールが地面についておりました。パス不成功の判定でサードダウンに変わります。愛知サードダウン10、パス不成功。8番なんとかパスにより打開図らんとするしますが、徐々に佐藤建設のプレッシャーが強くなっております。パス失敗でフォースダウンに変わります。愛知フォースダウン10、ギャンブルに入ります。パス不成功、4回目のパスの失敗に終わりました。攻撃失敗という形で攻守交代に変わります。佐藤建設相手陣30ヤードからの攻撃に入ります。試合時間残り31秒。さあフルバックに中央に飛び交わせます。ゲインは約2ヤード。キャリアは35番の森川でした。関西大学出身。さあ刻一刻と時計が回っております。ここで試合終了となりました。最終スコアは愛知ゴールデンウィングス0点、佐藤建設スタンディングベアーズ19点で、佐藤建設スタンディングベアーズの勝利となりました。本日はありがとうございました。佐藤建設素晴らしい戦いぶりでした。愛知を徹底的にリサーチし、その対策を講じているのが如実に現れる試合展開でした。見事作戦が機能しまして、この試合完勝という形になったことが見事な戦いぶりでした。ナイスゲームでした。ナイスゲームでした。そして惜しくも敗れましたが、愛知ゴールデンウィングスもその状況を屈さんと何とか覆す、その闘志あふれるプレー見事でした。ナイスファイトでした。常に優勝を争う両雄がこの一戦においてその死を決算とする素晴らしい戦いになりました。この第2節の一戦、最終的に佐藤建設は制しまして、この状況において両方とも1勝1敗という状況を五分に持ち込んでおります。さあこれにより混戦状況がさらに増してくる XE A ブロック、果たして最終的に今シーズンを
その笑顔で送り X2 の扉を開くことができるのはどのチームとなるでしょうか。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心で差し欲覚共感と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪感という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子供たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が大きく変わります。それは大学で名を轟かしたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、この配信は一旦ここで終わらせていただきます。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は X2 ウエスト X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。その企画によりまして今回配信いたしましたのは私、道楽やり茶です。この後チャンネルサイト変えまして、この後に行われます第3試合トヨタブルーファイターズ対トライスターズの一戦もお送りさせていただきます。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。